じゃん、皆さんこんにちは。今日の電気屋を始めます。今日はなんと時事ネタなんですけれども、2022年度入りましたということで、なんとじゃーん、新電力の倒産が過去最多になったというニュースについて見ていきたいと思います。今日もイエイはしない。はい、ということでですね、皆さんちょっと私の前髪が短いとか思ってる人いるでしょ、いるでしょ、いるでしょ。ちょっとね、これね、切りすぎちゃった。まあ、気にしないで。はい。ということでですね、はい、前髪の話はいいんですけれども、今日はちょっとですね、ショッキングな話をしたいと思います。はい。ということでですね、新電力の倒産がですね、なんと、2021年度3月末時点のですね、帝国データバンク調べでですね、なんと過去最多となってしまったんですね。はい。皆さん、電力切り替え知ってます？はい、知らない方もですね、実はいるかもしれないですね。はい、新電力というのはですね、電力会社の販売をしている会社なんですけれども、今ね、もうね、700社をね、超えてですね、はい、だいたいまあ700数十社あるんですけれども、今現在がですね、ちょっと今現在ね、直接反映されてるのは分かんないんですけど、2021年4月末現在でなんと706社あったんですね。で、なんとこんな状況でもですね、小売電気事業者の登録を受ければですね、この小売電気事業者としてカウントされますので、増えてたんですけれどもね、なんとですね、31社が倒産をしてしまったといった、まあ事業撤退とかね、といったニュースになるんです。で、これはですね、すごいことでして、まあ過去にですね、はい、実は倒産していた会社っていうのもあるんですね。だから、まあ、延べ31社で21年度だけで14社もあるんですね。で、これはですね、すごいショッキングな話で、実は電力自由化っていうのはですね、結構昔から、はい、もう2000年とか、もっと2000年ぐらいからですね、はい、されてて、ちょっと詳しい年代忘れちゃったんですけれども、はい、もうでも15年ぐらいになります。はい、自由化されて。で、大きい物件ですね。特別高圧と呼ばれるね、本当に大きい電圧で受電しているね、工場とかね、そういうとこから、はい、自由化されまして、地域の電力会社さんありますね。はい、東京電力、関西電力、中部電力さん、そういったところからしかですね、電気買えてなかったのが、新電力と言われる電気の小売を担当するとこから買えるようになったんです。電気ってですね、発電して、送って、使うという、この3つの流れにですね、会社分かれまして、はい、発電、送配電、小売という風になるんです。で、この小売の部分がですね、自由化されてたわけなんです。で、2016年に全面自由化というところで、家庭の電気もですね、好きな会社を選べるようになったんですね。はい、皆さんね、au 電気とかね、ドコモさんもね、始めますね、もうね、電気。あ、今日から4月からだから、昨日から始まった、一昨日か、あ、先週金曜日か、から始まったんですかね。とかね、はい、ソフトバンク電気とかあったり、あとガス会社さんの電気あったりですね、いろいろあると思います。まあ、そんなものが新電力って言うんですよ。で、その新電力、なんとですね、今ね、経営が大変なんです。はい、新電力経営難と言われるけれども、というけれども、本当に大変なんですよ。で、何かと言いますと、これ小売事業者なんですね。電気を売る会社さん。つまり、電気を発電は持ってないんですね。で、はい、送配電設備も持っていません。電柱とかもですね、持っていません。送配電事業者さんが管理して、持って管理してくれてます。で、ほんと売るだけなんです。ですから、もうほんとに奈々ちゃん。例えばですね、奈々ちゃん電気がありまして、白熊くんがですね、奈々ちゃん電気入りたいって言ったら、じゃあ分かった。じゃあ契約書を取り交わそうって言って、契約書を取り交わすだけで、OK なんですね。ということでですね、小売電気事業者。まあ、技術的なね、電力のね、はい、技術的なとこ、オームの法則をですね、知らなくてもですね、営業もできるっていうところでですね、結構いろんな会社が入ってきたんですよ。もう業界外の。なんなんですけれども、これね、ほんと大変で、ビジネスですからね、はい。どういうビジネスモデルになってるかっていうところをね、まず見ていきたいんですけれども、小売事業者さんは基本はもう安く買って高く売る。これがもうビジネスモデルです。はい、電気でそんなことできんのって思うでしょ。はい、私の大好きなですね、JEPX といった電気の日本卸電力取引市場というところがあるんですけれども、そこで、基本的にはですね、調達をしてきます、電気。まあ、これいろんなね、はい、あるんで、詳しく見たい方、JPEX 編見てください。はい。で、まあ、簡単に言うと、
自分のお客さんですね。じゃあ私がですね、白熊くんとかガルちゃんとかガルちゃんのお友達とか、じゃあ100件にね、はい、電気を供給しているとします。お客さんだとします。そしたらですね、はい、明日使う100件の方の電気がどれくらいかなって予想して、その分を調達するんですね、前日に、その市場から。で、その市場の売り先っていうのは大手電力会社さんだったり発電所の方とかっていう感じになってるんです。で、はい、それを買ってきて明日その実際に使った部分に当て込むんですけれども、このね、はい、ズレっていうのがあるんですね。はい、実際にガルちゃんたちが明日いっぱい使っちゃったら、ナナちゃん調達してなかったから足りなかったってなるんですけれども、これはですね、最終的に送配電事業者さん、送る会社さんっていうのが調整してくれますので、ここの会社にごめんね、足りない分調整してくれてって言って、これインバランス料金っていうんですけれども、まああのバップ、調整してもらったバップを払うんですね。逆もしかりです。ナナちゃんがガルちゃんたちいっぱい使うかなって思ってたけど、ガルちゃんあんま使わなかった。そうしたら余っちゃいますよね。で、電気って余ってもいけないんですよ。余ってもね、電圧とか周波数変わっちゃうんで、これもあったね、送配電事業者さんが調整してくれる。で、まあ余分のとこをですね、じゃあ他の部分の発電止めたりとかっていうので調整してくれるんです。で、これも売り戻すんですけれども、割安で売り戻すんですね。これもまたインバランスっていうんですね。はい、ということで、はい、まあそんな仕組みなんです。で、簡単に言うと何が起こったか、調達してた電気代が上がったんです。皆さん考えてみてください。契約してる電力会社さんの明細見たことありますか？はい、毎月変わることってね、少ないと思います。実はあるんですよ、毎月変わる電力会社さん。この調達のね、 JPX っていう価格に連動して高くなったり安くなったりするプランもありますけれども、はい、多分ですね、もう9割方の方がですね、固定価格だと思います。はい、大体平均して1キロワットアワーあたりですね、はい、エリアにもよりますけれども、まあ27円から30円ぐらいだと思うんですね。はい、そのね、はい、ところにですね、燃料費調整額再エネ賦課金というものがですね、入ってきます。まあこれもうちょっと今ややこしいんで抜いておきましょう。はい、まあ、ちなみに燃料費調整額再エネ賦課金も変わってますからね。はい、再エネ賦課金は1年に1回、5月に上がります。ちなみに、はい、値上がりします。 3.45 円になりますからね。はい、っていうのと、燃料費調整額は毎月変わってます。はい、今ね、原油高いからね、結構高いですよ。でもね、もうね、旧一般電気事業者、つまり、はい、東京電力さんとか関西電力さんとか、そういうところの場合はですね、はい、基本的にはですね、上限値があるので、そんなべらぼうに高くなることはない。けど、これも余地。まあ、もうちょっとまた別の回でやります、今日は。ちょっとガラちゃんやめてください。今、大事な YouTube やっとってるんで。はい、ということでですね、はい、皆さんの電気代、販売する売値っていうのは基本的に固定なんですよ。で、いきなり明日から値上げしますとか、来月から値上げしますって言われても困りますよね。だから大体1年契約で単価決まってるんです。で、値上げをする場合はですね、はい、事前に値上げさせていただきますっていうね、通知がね、大体来ます。前もって、はい、1ヶ月半とか、まあ2ヶ月とかですね、来るんですね。ですから急に値上げはしません。に大体ですね、電力会社さん足並み揃えてますので、いきなり値上げとかしないんですね。またいきなりね、2円3円上がっても困りますよね。だからね、そういう値上げもしないんです。ただ調達市場はやばくてですね、もういきなりですね、もう何十円っていう値上げになってるんですね。ですから、あの基本的なイメージ、今までではですね、あの小売電気事業者さんが結構ね、頑張ってた時代っていうのは、電気を大体もう10円以下ですよ、8円とか9円とかね、キロワットアワーあたりで買ってきまして、それにね、経費がね、大体10円とか乗るんですね。っていうので販売を、まあ25、6円でしてたので、まあ6円ぐらい、6、7円で利益出るっていうの分かりますよね。はい、っていうのが今販売30円ですよ。はい、っていうのに、なのに調達がもう150円とか調達が、はい、まあ、150円っていうのはですね、はい、過去ある1回、最悪の1ヶ月っていうのがあったんですよ。まあその時なんですけど、今でも高くて、だいたいもう20円ぐらいになっちゃってるんですかね、調達ね、おしなべるとっていうような感じで、もう完全に、で、そこに経費かかりますからね、送配電事業者さんのスカウトと、あともう完全逆財なわけですよ。赤字になるんですね。だからこれね、規模が大きければ大きいほど小売電気事業者さん大変なんです。
まあ、というのがですね起きておりまして、それで新電力事業者さんがですね結構大変なことになってんですね。はい、じゃあね、はい、その辺のね仕組みでもし詳しく知りたいという方はですね、もっと詳しく、説明するものの、まあ、JPEX の話すると3時間止まりませんので、今日はですね、はい、実際に倒産してしまった電力会社まとめてみました。結構今日のニュースはですねショッキングだと思うんですけれども、はい、全部をね網羅はしきれておりません。はい、ただですね主要なところと最近のところですね。はい、というのと、皆さんね、じゃあ実際に倒産しちゃったらどうしたらいいのっていうことをですね、まあ対処法をやっぱ知っておかなきゃいけないのでね、見ていきたいと思います。はい、ということで、このね倒産する電力会社をですね個別の名前を挙げるっていうすごいことを始めたんですけれどもね、はい、ちょっと見ていきたい。でまずですね、はい、一番ねよくね昔、倒産したと言えばというね、はい、倒産したと言えばって言い方が変ですけど、まあそういうとことしてですね、よくこの電力会社してるけどなんか大丈夫なのみたいに言われたのが日本ロジテックというところですね。はい、日本ロジテックに関しましてはですね、これ2016年4月ということで、なんと電力全面自由化の年ですね。だからいろんな会社がですね結構この年に新電力事業参入してきたんですけれども、その時に、はい、倒産しているのが日本ロジテックなんです。なんか知らない方も多いと思います。基本的には家庭用の電気は供給していません。家庭用の電気の供給が OK になったのが2016年4月なので、もうね工場とかそういったお客様なんですけど、これね私ね知ってんですよ、日本ロジテック。このね会社がですね発電所を作ろうとしてて、それで聞いたことあったんですけれども、まあ要は電力の自由化、高圧に関して始まってましたので、結構値下げをしてたんですね。すごい。で売上がなんと555億もあったみたいです。すごいですよね。で結構値下げをしてたもんですから、やっぱりですね利益率低かった。で当時やっぱ市場もですねまだちょっと高かったので安定しなくてですね、だからちょっと倒産に追い込まれてしまったっていうところもあるんですけど、何よりもですねこれキャッシュフロー、失敗してしまったんです。でなんでかって言いますと、すごいんですよ。はい、皆さんね、電気って、小売電気事業者ね、キャッシュがいっぱいないとできないんですけれども、2ヶ月遅れなんですよ。何かというと、電気買ってきますよね。で、お客様に販売するんですけれども、買った電気は、なんと、もう明日払わなきゃいけないんです。電気代。なんなんですけど、お客様に電気言ったら、お客様に払ってもらうのって2ヶ月後なんですよ。で、大体じゃあ1月1日から1月31日まで使いますね。で、大体請求書を、2月5日ぐらいに発送しますね。で、1月の電気代は、2月末までに払ってください、みたいに言いますよね。というと、1月1日から2月末って約2ヶ月なんですよ。だから長くて2ヶ月、短くても1ヶ月とかっていうのが間空くんです。この間のキャッシュっていうのは、もう小売電気事業者さんの持ち出しなので、規模が大きくなればなるほど、まあ、こんな感じで大きくなればなるほど、キャッシュがどんどん必要になってくるんですね。だからね、本当にお金持ってるとことかね、借り入れをしっかりしてるとこじゃないとできなくて、ロジテックさんはキャッシュフローの問題が結構ね、ダメでね、はい、潰れてしまったんですね。はい。で、これで結構ね、ある程度ね、高圧のお客様っていうのはですね、電気が、倒産するんでしょ、みたいな感じで、ちょっとね、はい、新電力恐怖症じゃないですけど、っていうのが、まあ、広まってた。これ、まあ、関東のあたりが多いですね。はい。ロジテック事件というのがね、ありました。はい。ということです。じゃあ次ですね、次見ていきましょう。次はですね、なんとね、家庭用なんですけれども、はい、大東エナジー、皆さんも大東建託さんの、知ってると思うんですけど、2017年11月、大東エナジーが、はい、これもですね、はい、倒産をしております。で、これはね、何かと言いますと、これね、すごいのが、家庭用の電気だったんですよ。ですからね、結構ね、家庭のお客様っていうのが、巻き添えに食らった事件であるんですけれども、需要家さん、なんと家庭のお客様26万件ですよ。26万件いました。ちなみに私の出身の越谷市の人口34万人。はい。まあ、越谷ほどは大きくないけれども、はい。まあ、普通の小さい市町村だったらね、飲み込まれちゃうようなね、人口なんですけれども、のお客様があったんですが、まあ、これもですね、
まあ、調達、だから安売りをしてしまってですね、やっぱり調達と見合わなくなってしまったっていうところと、あと今回はですね、ダイトエナジーさんの場合は事務処理の問題があったんです。事務処理が追いつかなくなっちゃったっていった問題があったんですね。でこれ見てください。あのね、日本ロジテックは高圧なんでお客様1件が大きいから件数そんなないんですけれども、ダイトエナジーの場合は26万件です。26万件分こう加入の手続きとかやんなきゃいけないんですねっていう想定ができておらず、まあ大東建託さんとかね、名前やっぱありますから、お客様想定以上に集まってしまって事務処理が追いつかずに倒産してしまったというような感じなんですね。はい。でね、これはね、やっぱ低圧でね、ある程度ね、想定していたりですね、あのシステムっていうものを入れないと、結構大変なことになってしまうんですけども、次、2018年4月、これもですね、福島電力、結構大きなショックがあったんですね。で、この福島電力っていうのも、低圧のお客様だったんです。で、今回は、マンションとか賃貸住宅の、もうこのお部屋、のこの低圧の契約っていうのを切り替えるっていうスキームだったんです、福島電力さん。でもね、結構すぐね潰れちゃったんですね。あの事業運営開始してもう本当に何ヶ月っていうので、ダメになっちゃったんですけれども、これはもう本当に、何が原因かっていうと事務処理です。はい。調達とかもね、そんな大してしてないですからね。はい。で、値段についてもですね、普通の、重量電灯の契約から 5% 割引っていうことで、まあそんなあれなんですね。はい。大した額じゃないんですね。まあ一応、あの、賃貸の代理店さん方にさらに 5% 払ってたので、まあ 10% なんですけど、まあこの頃はまだ低圧の 10% 値引きっていうのはそんなに痛手じゃないです。もう完全に事務処理です。福島電力。で、このね、裏話を聞いたことあるんですけど、実はですね、この福島電力さんがね、使って、で、大東建託さんの件もありましたので、まあ、システムを入れないとダメだっていうことだったんですけど、これね、見落としがすごいあって、このね、システム大変だったんですけど、あの、私たちの住宅って、月中の、あの、検診ありますよね。検診が月末だけじゃないんですよ。この分散検診って言って、昔、皆さん、あのね、検診の方がね、そのエリアを担当してですね、こう一個一個ね、読んでってくれたっていう名残がありますので、分散検診といって、大体ね、1ヶ月に15回ぐらい検診日があるんですね。はい、1日、3日、5日、7日みたいな。で、これに対応できてなかったんです。ですからですね、この検診日の途中で切り替えっていうことが始まっちゃうんですね。だから、日割り計算が発生します。はい、奈々ちゃんの電気代、じゃあ、引っ越しました。奈々ちゃんが、じゃあ、4月1日にぴょんって引っ越してきたんだけど、そのお家は、なんと、検診日が15日だったので、初めの電気料金って奈々ちゃん15日分しか払わなくていいっていうのが、できなかったんです。はい。月中の日割りができなくて、日割り計算をなんと手計算で行うという快挙に出てしまったんですね。で、当然、間に合いません。はい。ということで、もうそのまま、供給開始して、だいたい3ヶ月ぐらいでですね、はい、倒産に追い込まれるといったことが起こったんですね。で、この時の秘話がですね、はい、事務所のファックスが、止まらない。はい。用事を足してもファックスが止まらない。電話が鳴り止まない。とかっていうことでですね、もう本当大変だったみたいです。ということで、この福島電力さんというのはですね、倒産をしてしまいました。で、これね、実は供給件数結構ありまして、8万件あったんです。で、なんでそんなあったかっていうと、まあ、賃貸住宅なんですけれども、はい、このね、公益社団法人日本賃貸住宅管理協会というですね、日本の不動産業界の中で2つ大きい協会があるらしいんですけど、そのうちの1つ、が、もう全面的に賃貸の電力を切り替えていこうっていうことで、この会社、福島電力のバックにいたんですね。ですから、もう短い期間で、やっぱり想定以上の申し込みが来てしまったんですよ。だって入居した時に電気代 5% オフって言われてたら、まあいいですよね。はい。だからね、サービススキーム的には悪くなかったんですけど、ちょっとそこの想定外とシステムの想定外ですね。ということがあって、倒産してしまいました。ちなみにね、今、賃貸住宅で入ると、電気代がね、はい、初めから、
地域の電力会社じゃない会社あると思いますけど、今は大丈夫ですからね、安心してください。そういったね、はい、月中検診ができて日割り計算できるシステムというものもね、はい、たくさん私も、知っておりますから、今は大丈夫です。安心してください。はい、ということです。で、次ですね。はい、2019年5月。はい、レトス電機さんということで、はい、これですね、あんま聞いたことないかもしれないんですけれども、はい、これはですね、ちょっと悪質な、はい、電力会社でして、結構ね、あったんです。悪質な。もう、どこ、あれ、工事ですとかね。はい。っていうので、あ、保安ですとか言って勝手に電気変えちゃうとかね。もう、結構お年寄りで、あんまわかんない方の明細をね、ちょっと見せてくださいって言って、実は切り替えに必要なのって、もうちょっとの情報しかないんですよ。その番号勝手に抜き取って勝手に切り替えちゃうとか、そういうのがね、問題になったんです。ある時。はい。で、まあ、まさにそのね、はい、権化というような感じではあるんですけれども、はい、これね、関西電力を名乗る、悪質な営業、なんで関西電力でーすって言ってくるんですよ。エレトスさんなのに。ダメでしょ？すごいダメでしょ？ということで、はい、そういうね、営業がね、あったんです。で、この時はですね、はい、これ、会社の方ね、逮捕されてます。ということで、まあ、事業撤退、悪質な営業による事業撤退ということなんですね。はい。で、こういうね、悪質な営業がありましたので、小売電気事業者さんの規制がですね、こういうことがあると厳しくなるんです。で、今ですね、小売の、ガイドラインというものがありまして、電力小売に関する、小売営業に関する指針というものがあって、望ましい行為、望ましくない行為といったものがしっかりと載っています。で、そこでですね、こういった悪質な勧誘だったりとか、別の業者を名乗って変えるとか、はい、ちゃんと切り替えの意図を説明しないのに変えてしまうとか、ダメですよって書いてるんですね。で、ちなみに、再生可能エネルギー関連、難しいですよね。何ですか？ RE30、RE50、RE100 ってみたいに思いますよね。はい、再生可能エネルギーが入ってる割合なんですけど、まあそういったものとかもちゃんと書き方があるんですね。はい、小売電気事業者さんの電源構成、はい、電源はね、どこから調達してますか、はい、JEPX ですか、それとも再エネの発電所ですかとかね、いろいろね、ちゃんと書かなきゃいけないとか、まあ書いた方が望ましいって書き方してるんですけど、まあこれってあれですよね、望ましいって書いてあるのはそうしてください、で、望ましくない行為はしないでくださいってことなんですけど、まあそういうのがあります。これもね、詳しく見たい方ね、私の、はい、YouTube でね、しっかり解説してるのありますからね、見てみてください。はい、で、それとまあ同じようなものでですね、はい、2020年2月あくび電機というところですね、が倒産しております。で、こちらもね、はい、破産ですね、破産してるんですけど、今コンプラ的に良くない営業ですね、悪質な営業をしたということで、はい、このコンプラ問題でダメになってるんですね。で、この、グリーンエナジーというものを、そういった電気を販売していた株式会社カステラさんというところと一緒にあくび電気調査していますね。まあ、悪質な営業はダメなんですね。はい、ということになります。で、まあこういうニュースがですね、結構あったので、悪質な営業はね、減ってきました。実はですね、私も、はい、小売電気事業者さんたくさんしておりますけれども、悪質な営業で昔ね、ちょっと注意受けちゃったことあるんだって言った話もね、聞いたことあります。はい、いきなりですね、明細見せてくださいって言って、行って勝手に変えちゃったりですね、とか、あとはもう、まさにそうですね、はい、九州電力ですって言って、はい、勝手に変えちゃったりとかね、そういうのがあったみたいです。ダメですからね。はい、ということです。で、まあ、そんなものがありましてですね、ちょっとね、ここから先はね、本当に世知辛い最近の情報なんですけど、はい、2020年3月、エイジエナジーさん、はい、ということでですね、はい、ここはもうちょっと本当に調達と、まあ、資金繰りとっていうところなんですけれども、このエイジエナジーさんっていうのはですね、これまあ本当お金がまあ足りなかったっていうところなんですね。で、これ何かと言いますと、再エネ賦課金というものの未納をしてしまったんです。で、そうするとね、もうダメですよって、はい、小売電気やんないでくださいねみたいになるんですけれども、はい、この再エネ賦課金何かと言いますと、私たちのね、電気代にもですね、明細に必ず書いてあります、再エネ賦課金というもので、これって再エネを広めるためにですね、国の制度で、はい、再生可能エネルギーを高い値段で買い取りますよというね、はい、
制度があるんですね。はい、フィット制度、はい、FIT と書いて、はい、フィット制度、固定価格買取制度と言うんですけれども、このフィット制度に基づいてですね、はい、じゃあその電気代、再生可能エネルギーを買い取る電気代を国民の皆さんからちょっとずつ徴収しようっていうものなんです。で、その電気代を払う先って小売電気事業者です。はい、ということでですね、小売電気事業者さんは一度皆さん需要家さんですね、私とかも電気使ってる人から再入課金徴収したものは預かっといて、預かり金として、はい、大体ですね1ヶ月後ぐらいだったかな、なんかこれも一緒です、あの請求と1ヶ月から2ヶ月後に、はい、これね、AIG っていう機関があって、この再入課金をね、はい、取りまとめてね、全部徴収している機関があるんですけれどもね、はい、その AIG というところに払うんですけれども、この預かり金の再入課金を納付しなかったんですよ。だからもうダメになっちゃうっていうのがこの AG エナジー。まあね、あの大体普通のね、会社さん、新電力事業者さんはこの再入課金って売り上げに入れないパターンもあるんですね。だから預かり金として取っておいて、もうと横に流すっていうような感じなんですね。はい、なんですけど、ここはもうあの払えなかったということなんですね。はい、で、で次ですね、はい、でその後に、はい、これね、すごい衝撃が走りました。2021年3月、 F パワー、はい、倒産ということでですね、この F パワーですね、本当にね、走ったんですよ。でなんでかと言いますと、新電力のこの F パワーさんというのはですね、小売電気事業者の登録ナンバー1番なんですよ。1番、つまり一番早く新電力事業をスタートした会社なんです。そこが倒産したということで、もう小売電気事業業界もうザワーッとざわめきました。でこれなんでかっていうと、もうこの原因は本当にですね、価格高騰です。はい、調達価格の高騰ということで、もう規模もね、大きかったんです。ちなみにこの F パワーさんっていうのは、やっぱ昔からやってるだけあって、もう特別高圧、高圧のお客様、まあ家庭用もやってましたしね、たくさんいました。ということでですね、2018年4月にはですね、はい、小売電気の販売量ランキング1位になっているんですよ。それだけの規模があったんです。ですからやっぱり規模が大きいだけ、逆座屋のね、はい、規模も大きくなっていくわけですね。はい、で調達がね、上がりまして、もうこれはね、倒産ということをやむを得なくなってしまったみたいですね。はい、でね、ここの2021年というのはね、大きな区切りなんですけれども、2020年の、12月の16日からですね、2021年1月いっぱいぐらいというのはですね、価格高騰したんですね。 JPX の価格がべらぼうに上がってしまったんです。で今まで、実はね、2019年っていうのはコロナが影響しだして電気の需要がね、減ったんですね、一時的に。だからね、すごい電気安かったんですよ。はい、異常に安くて、結構ね、今までは、そんな、まあ大体8円9円とかそんぐらいの平均価格だったのが、一時期ね、本当に4円とかね、5円とかね、そんぐらいの平均価格になったんです。というのもありね、その時に結構新電力事業者さんね、安売りしたんです。電気をどんどん値下げしてあげたんです、お客様に。まあ、調達も安いから電気代安くしてあげるよってね、もう本当に何ですかね、気持ちはわかるんですけれども、その後、はい、なんとですね、2020年度ですね、の、寒波が来まして、冬にね、はい、寒波が来て、そこでいきなりですね、今まで需要低く見られてた上にいきなり寒くなったもんだから、みんないきなり電気使い出して、でそこで発電の燃料が足りなくなっちゃったんですね。主に言うと LNG 液化天然ガスというものがね、足りなくなって、発電所稼働できなくなって、何が起こったかっていうと、もうこれ電気の供給が足りない、需要に対して足りなすぎるということで、はい、市場価格がね、高騰したんですね。はい、この時の平均価格、まあ、これね、1月やばいですよ、24時間平均価格、全国の平均価格で、はい、63円、はい、すごいですね。でさらにこれね、時間を絞りますと、はい、
朝の8時から夜の10時というね、はい、時間の平均、まあ今使われるとこですよね、というと72円で、さらにですよ、一番日本で今ね電気使われてるのって夕方の4時から8時なんですけど、そこの平均価格もう約100円、 99.64円ということで約100円なんですよ。もうこれ完全なる逆ザヤなんですね。ちょっとガリちゃんやめてください、今すごい大事な話してますからね、はい、というような感じになってます。でこの時に、もうね完全に逆ザヤになってしまって、でさらにはですね、もうこの新電力事業、買った電気を明日払わなきゃいけないということで、もう明日買う電気のお金払えないみたいになってくんですよ。急に値上がりして、もう急にどんどんお金出てくるもんだから。だからそうするとですね、これ最終手段としてインバランスっていうのがあるんですけれども、もう市場で調達できない時っていうのは送配電事業者さんに補給をしてもらって、後で割高な電気代を払うっていうね、このインバランス制度、これを使ったんですけれども、まあ、そうすると支払いのキャッシュフローは良くなります。支払いはまあ大体 1,2 ヶ月先になりますから、明日払うってことはなくなるんですね、はい、ただですね、そうするとこの時ほとんどの小売電気事業者さんが同じような状況になってインバランスになったんです。市場で調達しないで送配電事業者さんに、はい、補給してもらったんです。ですからですね、その時の足りなかった電気の価値っていうのもすごい上がって、インバランス価格っていうのが跳ね上がったんですね。で、JPEX から購入する場合は翌日支払いですけど、まあ、インバランスの請求が 1,2 ヶ月後に請求が来るんですけど、その請求開けてみてびっくりこいたみたいなことになっちゃったんですね。はい、大体ですね、はい、インバランス価格が上がりすぎまして、想定してた大体2倍ぐらいの価格になっちゃったんです。だから普通の市場価格よりも2倍ぐらいの値段ついちゃったんですね、その緊急補給に。で、なんかすごいですよ、だから1億円だと思ってたものが2億円請求されるんですよ。やばくないですか、というようなことが起こっちゃったんです。というのもありまして、はい、だからもう時間差ですよね、2021年3月、まあこれ1月時点で相当しんどかったんですけど、インバランスの請求が来て、さらにもうダメだっていうので首が回らないということで、はい、これは倒産してしまったということなんですね。はい、ということでね、インバランス制度も新しくなりましたけれども、はい、こういうね逼迫する時っていうのはね、価格がねすごく高くなります。今ね、はい、2022年度というのはね、はい、とりあえず、暫定措置で最高価格200円なんですけれども、2024年には最高価格600円になりますからね、はい、かなり、大変になります。ですからね、はい、ちょっと資金繰りっていうのは本当に大事なんです。でさらに、じゃ最近のですね、はい、電力がちょっとまたね倒産増えてます。やっぱりね、その市場高騰があって以来ですね、結構市場価格っていうのは平均的にですねすごく高くなっています。はい、で、普通はですね、はい、秋とかっていうのは価格ってねそんな高くないんです。平均価格でですね、だいたいまあほんと8円9円とか、空調あんま使わないからですね、はい、だからねそんな高くないんですけれども、なんと2021年度のね、はい、10月ぐらいからですね、ずっと、まあ、3月今に至るまでですね、ずっと値段高いんですよ。秋でもですね価格が落ち着かなかったということで、まあ、平均価格24時間平均全国平均にして、はい、で10月は12円、11月 18.47 円、12月 17.35、 はい、1月はい約22円、2月はい 20.64 円、はい、ということでですね高いんですよ。はい、で、実はですね、小売電気事業者さんって電気の調達をですね相対契約ということで長期契約を結んでね調達することができるんです。でなんでかっていうと、やっぱ市場ってね毎日この変動リスクありますから、それをなくしたりですね、はい、でもう需要見えてます、ある程度ガルちゃんがどんぐらい使うか見えてますので、あらかじめもう電気供給しとくんです。そうすると何がメリットかっていうと、発電事業者さんも発電量分かってないと、もう発電しなすぎっていうのはもう不採算なわけですね。ですからあらかじめね1年先とか
こんぐらい使いたいって言われてる方がいいんですよ。だからね、市場じゃなくて相対契約した方がいいんですけれども、この相対契約をですね、小売電気事業者さんね、普通は冬とか夏だけしてたんですね。なぜかというと、秋や春はあんま電気使わないから市場価格が安かったんです。というので、はい、なかなかですね、この、9月とか10月、11月っていうのは相対契約してなくて、市場価格、市場調達の会社が多かったんですけれども、それがですね、はい、ここ直近、はい、半年ぐらいですね、昨年10月から市場価格が高いもんですから、もうそこでもね、痛手を食らった事業者さんが多いんです。で、最近の、倒産した会社、アンフィニーさんですね、ジャパン電力という名前でやってた、まあ、太陽光を販売している会社さんなんですけど、そこももう、あれですね、調達価格との逆ざやになってしまいましたね。はい。あとはね、ホープエナジーさん。はい。ホープエナジーさんっていうのはですね、これ福岡の会社なんですけれども、はい。70億円の赤字が、まあ、あったということなんですね。はい。ここもですね、はい。調達価格との逆ざやということで、まあ、調達でのね、はい。市場価格との逆ざや。市場での調達割合がね、非常に多かったということでね、はい。倒産に追い込まれました。さらにはですね、事業撤退発表した LPO。LPO さんというのはですね、これ、本当最近の話なんですけれども、3月14日、このね、3月14日ですね、に、はい、新規受付停止ということで、14万件もね、契約があったんですけれども、それらも、もう手放すということで、事業撤退を表明しております。で、負債額はなんと300億円にも上っていたということなんですね。で、ちなみに NPO のですね、事業家さん、電気契約してるよっていう人、これね、必ずもう見てほしいんですけれども、これ4月30日までに電力切り替えを行わないと止まってしまうんです。はい、これね、ツッチーさんにもね、はい、ぜひ、YouTube で対談で教えさせていただいたんですけれども、倒産してしまったらどうなんの？自分の会社が。そうすると、そのまま放っといたら電気切れます。で、まあ、切れた後に、まあ、またね、つくんですけれども、いや、でもね、つかないです。はい。切れた後、契約しないとつかないです。なんなんですけど、切れます。はい。ですからね、はい、それまでに、だいたいね、まあ、良心的なところだと、ね、1ヶ月ぐらい期間持ってくれてるんですけど、まあ、倒産を追い込まれる時って、本当もうバタバタ倒産なので、本当1週間で切り替えてくださいとかっていう会社も、まあ、過去にあったんですね。はい。だからね、次の会社にね、はい、選んで申し込みをしないといけないので、そこだけ注意してください。はい。というような感じになります。で、ちなみに LPO さん、ね、これからもね、電力の販売、は続けるんですけれども、再三というですね、ガス会社さんですね、この埼玉の会社です。はい。の、はい、代理店になるっていうことなんですね。はい。まあ、あとはですね、はい、熊本電力さん。まあ、ここもね、結構調達、市場調達比率高くて安売り、すごい安い電力だったんですよ。大丈夫かなってちょっと思ってたんですけど、やっぱ、逆ざやということですね。あと最近だと、はい、HTB エナジーさんですね。はい。HTB エナジーに関しては、はい、営業はおそらく続けるとは思うんですけれども、HIS グループの参加を外れます。はい、4月28日の予定で株式譲渡をしまして、HIS グループから外れることになりました。で、2021年のですね、はい、9月度で、9月決算なんですけどね、はい、99億円の赤字があった。こちらもですね、契約件数多くて、まあ、約30万件の、マンションとか家庭の手厚の契約持ってましたから、やっぱり逆ざやのね、はい、比率っていうのはすごいことになってたんですね。はい、というような感じになってます。はい。ここに書いてある会社さんですね、すべて、網羅できているわけではないんですけれども、まあ、そういった状況で現在ですね、小売電気事業者さんっていうのは非常に厳しい経営状態になっています。ただですね、中にはですね、しっかりとその先ほど言った相対電源というものをね、確保している会社さんであったりとか、しっかりですね、ヘッジをしている会社さんもありますから、そういったところはですね、これからも、まだまだね、再生可能エネルギー等の供給だったりとか、まあ、地域密着型のものだったりっていうものでね、はい、やっていくのかなという感じですね。はい、ということで、今日はですね、はい、まあ、もう避けれないということでですね、はい、新電力の、はい、現状ですね、はい、2021年度で最多になった、ついて倒産件数が最多になったといったことについてお伝えしました。はい。ということで、今日の電気終わりにします。皆さん今日もいってらっしゃーい。
倒産した時は切り替え手続き忘れないでね。